それで、私、三島っていう静岡県の某あまり新幹線で降りたことが止まらない駅でから来ました。でそこに国立遺伝学研究所ってとこがあるんですけど、そこで、働いてます。坊野と申します。で今日は、まあ、弘前に来てちょうどこう今からこっちに移すらしいということで、いい時に来たなと思ってますが、で私自身この真ん中にある DBCLS というところで働いてて、ライフサイエンス統合データベースセンターという形で、三島とあと、千葉県の柏というところに、2つセンターがあって、そっちの三島側で働いている人間で、三島には実はその国立遺伝学研究所という、まあ、研究所があって、その中に DDBJ という DNA データバンクオブジャパンっていう分子関係の、仕事を研究されている人はここにデータを送って登録しないと論文が出ないという、あと先ほど来いじってた NGS のデータもここにアーカイブがあって、ここが、まあ、日本では中心的に蓄えて持っているというようなところなんですけど、そこと一緒に今連携協力関係してやっていまして、今回この講習会やってる NBDC とは共同研究という形でやってて、まあ、こういう形で、まあ、日本版の、まあ、NCBI 的なものを形成してます。まあね、日本でこういう関係データベースとかバイオインフォマティクス関係のことを、まあ、やっている中心地で、まあ、それぞれのセンターごとに、一応特化した役割があるんですけど、まあ、これの、連合体で、まあ、こういう講習会とか日本のこういう技術とか教育を、まあ、担ってます。で私自身この、講習会をずっと昔からやってまして、もうかれこれ7年ぐらいこれをやってます。ですので、まあ、割といろいろ慣れてるんですけど、ようやく最近 NGS のデータが講習会できるようになってきて、いいなと思っているところです。はい。で、まあ、自己紹介しておくと、まあ、そういう講習会のことをやり始めたのは2008年ぐらいからなんですけれども、まあ、もともとそういう、生命科学関係のデータベースを、まあ、使う研究をしてまして、こういうのですね。で、まあ、主に、まあ、主にというか、特に私は、バイオインフォマティクスやってるという人でも、ウェットとドライの共同研究を、まあ、重視して、そっちを中心にやってるもんで、実務系バイオインフォマティクスって、口のある人から言われたりします。あとは、まあ、こういう、さっきの何人の人使ってますかっていうのを言った統合テレビとか、この講習会とか、そういうのやったりとか、こういう本書いたりとか、まあ、いろいろ手広くやってますが、私の名前をここに来る前から知ってた人ってどれくらいいますか？結構いますね。ありがとうございます。そういう、人間で、詳しいことを知りたい人は私のよくいろんなツイッターとかでも使ってる ID のボーノーっていうやつのドット JP ってとこ見に行くと、出ますが、今見ると多分弘前のグルメとか観光がいろいろ出るので、ちょっと、外閉じておいてください。そんな感じです。はい。で、まあそんな人間なんですけれども、起動しましたか皆さん。あるじゃない、Windows。はい。じゃあ起動したんだったら僕の方も起動しようかなと思って、ちょっと待ってくださいね。僕も起動します。特に R っていうショートカットと R スタジオっていうショートカット皆さん出てますか？出てないって言ったら起動できます。多分ちょっと起動する Windows 間違えると出てないと思います。それが出てれば多分。でその R の話は後半やるので、まず最初は遺伝子発現のデータベースの話をウェブページを使ってやろうと思うので、まずは起動してくれないと、この人が起動してくれないと困るんですが、まあでもちょっと待ってください。起動したら始めたいと思います。あ、まあそんな感じで進めていこうと思いますが、時間もないな。それを起動しない。じゃあ Mac の方でやっちゃいましょうか。マップじゃなくてもいいか、待つか。Windows の起動が非常に遅いですね。あ、やっときた。それで、それでなんですけど、まあ、インターネットエクスプローラーでもいいんですけれども、僕、マイクロソフト嫌いなので、この、モジュラー Firefox で説明したいと思います。こっちですね。はい。で、
昨日僕は紙の資料を配らなかったんですけれども、もちろん印刷しても、もちろんできるようにしてあるんですが、できるような形にはなっているんですけれども、まずそれのありかからたどろうと思います。で先ほど来からずっとやっているこのアジャックス56っていうのを検索していただいて、このアジャックス56 moddb っていうのがありますね。これをにたどり着いてください。でそうすると、下に僕のこの2つの遺伝子発現データベースの使い方と R バイコンダクターを使った遺伝子発現解析入門って2つあると思うんですけど、それぞれごとにこれ前半後半になってます。でまず前半の方をやろうと思うんで、遺伝子発現データベースの使い方っていうのを、クリックしてください。そうすると今日のこれ、テキストになります。これが一番大元なので、ここからいろいろリンクして飛んでいきますけど、ここをよく使うので、これをまあこのページを失わないか、もしくはブックマークしとくか、ホームページに選択するか、まあ、好きにしていただいていいんですけど、ここからとにかく全部やりますので、よろしくお願いします。じゃあ進めますので、皆さんのサブディスプレイに出てますかね。ちょっと座らせていただいてやろうと思いますので、はい、じゃあやります。でこのページは、まあ、ずっとこの後も残っていくので、見ておいてください。でこれちなみに GitHub っていって、いろんなプログラムを書くハッカーとかがみんなソースコードを本当は置くようなところなんですけれども、我々のところはそのシステムを利用して、この、講習会のテキストを、まあ、置くように、最近なってますので、まあ、いろいろこの辺クリックしていただくと他の資料とかが見えたりするします。こう例えばクリックすると、こんな風に他の人の名前があって、その関係のものが置けるようにはなってますが、まあ、それは余談です。で、まあ上にはいろいろ書いてあって、まあ、概要とかで今日の流れなんですけれども、まあ統合テレビの話はもうみんながいっぱいしてくれたんでもう流します。あとはその公共の遺伝子発現データベースですね、そういうものをまあ使うんですけれども、公共の遺伝子発現データベースとかって使ったことあります？ゲオとかアリエクスプレスですけど、使ったことあるっていう方どれぐらいいますか？はい、あんまりいませんね。じゃあちょうどいいや。それの使い方をやります。でその後に、個々の、まあ、興味ある遺伝子が皆さん多分テーマで与えられてたり自分で見つけてきたりすると思うんですけど、それを見つけた時にそれの発現状況を調べるようなツールっていうので、うん、LFX っていうのを僕ら作ってるんで、それの使い方を、紹介します。で最後にですね、マイクロアレイやって、発現が変動して遺伝子100個見つけたんだけどその特徴を知りたいとか、そういうような解析ですねのやり方として、デイビッドっていうのはよく使われるので、デイビッドっていうのでエンリッチメント解析の基本をちょっとみんなでやろうかなというふうに思います。それでまあ1時間ぐらいになると思うんで、ちょっとまあ最初はそれでやってください。まあ、R が聞きたかったのにっていう人はテキスト見てやっててくれてもいいんですけど、こんなん知ってるよっていう人はいいんですけれども、まあ、まず、まあ、あまり知らないという方が多いらしいので、まあ、僕と一緒にゆっくりこれやってみましょうかと思います。はい、じゃあまあこれも全部テキスト見ればやり方書いてますんで、普通はこれ見てたら、まあ、大体まあ追えばできると思いますけれども、わからない時は手を挙げてください。フォローします。でみんなで一斉にアクセスすると落ちますっていうのは、まあ、今まで通りです。はい、いや、まあ、統合テレビ、まあ、知ってる人多かったらしいんで、まあ、それはいいです。でじゃあこの発言データの使い方っていうところまで、ずっとスクロールダウンしていってください。このページすごい長いので、1ページ、はい、ニュースのサイトみたいに1ページごとに次のページたどるとかクリックするとかそういうことはないので、はい、別にここで広告を表示して稼ぐとかそんな必要ないので、こんな風になってますので、はい、じゃあ公共データベース、公共遺伝子発現データベースの使い方っていうので、やろうと思います。で公共遺伝子発現データベースっていうので一番今使われているのはこのゲオっていうやつですね。NCBI がやってるんですけど、 NCBI ジーンエクスプレッションオムニバースというものです。でもともとこれはマイクロアレイのデータベース、もっと前は本当はセージとかそういうものもあったんですけど、そういうものの遺伝子発現のデータをどんどん入れていくようなデータベースで、まあ DNA のデータ、 DDBJ とかジェンバンクみたいにID が一つだけあってそれにっていう単純な構造じゃなくて、ちょっとマイクロアレイにもいろんな種類があるから、マイクロアレイのチップの種類とか、それのサンプルとか、その実験のシリーズとかいうごとに ID が付き方が違ってるんですね。でそういうのが、一番最初の頭文字が GPL なんとかなんとかで数字で付いてたりとかする、その ID のことの、まあ、説明をここに書いてあると、まあ、こういうのは
知りたくなった時に知ればいいです。今は別にこんないきなり知る必要ないです。まあ、そういうふうな ID っていうのがいろんな種類であるよと。ただこの ID も、いちいち、この ID を今やってるよと意識することなく、あのインターネット検索 Google 検索とかすると、あの自分で好きなものが検索できると思いますので、そういう特にまあ意識しなくて最初はいいです。でもやってると多分すぐ意識するようになると思います。で、まあ、説明はそれぐらいにしといて、もういきなり実習やろうと思います。で、まあ、ゲを使って興味あるマイクロアレイデータセットを検索するということなんですけど、今これやってることはですね、実はその統合テレビに全部 あって、ここの復習って書いてあるところの開くと、そのそれに、あの相当する統合テレビがですね、ここあるので、これをまあ見てくれれば、あの僕がのこと言ってること聞かなくてもできると思います。なのですが、別にこれを今この通りやるわけじゃないんですけれども、あのここに書いてある通りの実習をみんなで一緒にやろうと思います。で、まずゲオをあ のページを検索してもらって、プラットフォームっていうのを選択しましょうということですね。じゃあやりますね。それは、まずゲオ、ゲオだけやると多分あの、レンタルビデオのゲオになるんで NCBI ゲオっていうので、検索するといいと思います。はい、そうすると一発ゲオだけだと多分あのビデオレンタル屋さんになります。なんでやめてください、はい、あ、終わっちゃった。いや、今からやりますよ。で、そうするとプラットフォームっていうのはここに、ここに出ているのは実は統計情報でして、この右の統計情報っていうのはそのデータが今どれぐらいあるかっていうの で単純に今、見ると、サンプルだけで、150万件ぐらい、まあ、それぐらいもうマイクロアレイというか電子発現データって登録されてるんですね。で、これはサンプルの数っていうことでほぼハイブリダイゼーションの数に相当するんですけれども、それぐらい、まあ、あります。ですが実際にあのデータのセットとして、存在するシリーズってやつですね、一連の実験はここに書いてある通り6万件ぐらい、登録されてるってことです。まあ、これものの数え方でデータのサイズが変わるってことです。で、プラットフォームっていうのはそのこれマイクロアレイの種類とかそっちなんですけども、今日は、説明の都合上このプラットフォームズってとこからスタートしたいと思います。ここまでたどり着きました。これクリックしてください。じゃあプラットフォームズ、そうするとどういうことが起きるでしょうか。こんな表が得られましたかね。ちょっとみんなでやったからあの表示が遅い人がいるかもしれないですけど、あの我慢して待ってたら出ると思います。でクリックします。それが1番 でプラットフォームの1番が出るので自分の欲しいプラットフォームを探そうと思います。もちろんこれ見て探あの目で探してもいいんですけど、基本的に、こういうことをやるときには目で探すのは禁止です。あのできる限りコンピューターに頼ってください。あの目が疲れます。で、ファインドプラットフォームをクリックしましょう。はい、しましたか皆さん。ファインドプラットフォーム、これね、そうするとこんなん出てきますね。で、どうするかはテキストを見ましょう。テキストを見ると、マニファクチャーラーにアフメトリックス、オーガニズムにホモサピエンスというのを入れてみましょうということですね。マニファクチャーに、大文字かな、これ。大文字、AFFY って打つとか、アフメトリックスですかって聞いてくるので、これも打ち間違えると嫌なんで、あのそれをあのクリックして保管しちゃいましょう。で、オーガニズムも、ホモってやると多分、サピエンスが出てきますね。この上の方はね、ホモサピエンス。そして OK してください。そうするとアフメトリックスさん社が出しているやつでホモサピエンスのマイクロアレイが全部表示されます。皆さんこれ1個だと思ってたかもしれないけど、実は492種類もプラットフォームとして、データベース中には登録されています。これは実は、まあ、古い人は分かるんですけど、アフメトリックスのアレイっていうのも何回も何回もバージョンアップしてていっぱいあるからです、簡単に言えば。多いんですね。こんなんでみんな大変ですね。で、種類は大変なんですけど、右の方を見るとデータローズってありますね。これは何かっていうと、そのまあデータのこの登録されている数だと多分思われます。まあそういうのはちょっとテキストを見てちょっと1個ずつ追っていきましょうか。で、4番ですね。次、4番とか見るとデータローズとかサンプルズとかシリーズっていうのがリストが出ますので、そこをクリックしましょうと。これいきなり出てきたテーブルって大体自分の思うように相当されてないんですね。順番並んでない。だから
こういうふうにマイクロアレイ登録されてても1個もサンプルがないものがあるんですね。これでつまりデータ、そのマイクロアレイのプラットフォームとしては登録されてるけど1個も入ってないってことです。それ嫌なんで、例えばじゃあここのサンプルってところ1回クリックしてみましょう。そうするとアセンディング、要するに照準に並ぶんですけど、そうすると上の方に1個も登録されてないものばっかり出るから面白くないので、もう1回クリックしましょう。そうすると逆に順になります。つまりいっぱいサンプルとしてたくさん登録されているものから順になる。つまり一番上に来ているものほど一番データベースによく載っているアレイであると見ると、皆さん聞いたことあるかもしれないけど U133 のプラス2アレイ、まあ当たり前ですね、こうなるわけです。これできました。クリック、だいたいこういうテーブルってタイトルのところを、タイトルというかそのヘッダーのところをクリックすると、1回クリックすると照準、もう1回クリックすると逆、後順、でもう1回クリックすると元に戻るみたいなこう仕様になっていることが多いので、まあだいたいこういうテーブル見たら、ヘッダーをクリックしてみましょう。こういうふうに三角とかなんかなってるってことはだいたいそうです。で同じことがこの、シリーズっていう方でもできるのでやってみましょう。これサンプルっていうのはそのハイブリダイゼーションの数で一番最初で多いやつ、全部で150万あるやつですね。それのうちの何ぼだ、11万は人だった、人っていうかこの人かつこのアレイってことになる。まあ割とこれが多いんだなと思います。でシリーズの方もクリックしてみましょう。そしたらシリーズでやるとこれも空っぽのものがまず出てきて、もう一回クリックすると逆にこう好循になるというふうになってます。まあシリーズ単位で見てもやっぱり U133 プラス2が、ぶっちぎり一番ですね。でこれのプラットフォームの ID っていうのは GPL5570 というふうになっているということですね。はい、まあこの辺簡単ですね。じゃあサクッといきましょう。早いですか、こんなもん。遅い、まあいいや。それで、まあこれ5番は僕が言ったことですね。で6番は6番はじゃあシリーズの数をクリックしましょう。僕がこの資料を作った時点では3855だったんですけど、今違うと思います。シリーズ数これですね、4016、だいぶ増えましたね、200ぐらい。でこのシリーズ数を今日の場合は4017ですけど、これをクリックしましょう。そうするとこの4017に含まれるものがどんなものだったかというシリーズのものがこうリストザーッと、はい、でだから、まあ、そういうふうにして行き着きたいデータにこう絞り込んで今アプローチしてるんですけど、そんなふうになって。で、出ましたね。で、シリーズが、まあ、絞り込んだらこんなふうに出るよって、これスクリーンショットね。で、次はじゃあ、これ、アルコール性肝炎に関するデータをこの、もので探したいと思うので、もちろん何でもいいんですよ。自分で探したいのがあったら、今ここでアルコール肝炎以外でもいいんですけれども、僕はアルコール肝炎やろうと思います。アルコール肝炎って言っても、日本語で入れても答え出ないので、英語のこのアルコーリック、ヘパティティスを、これ僕も間違えるので、コピーしてですね、コピーして、このサーチ窓があるから、このサーチ窓にこう貼り付けてサーチしましょう。失敗した。サーチ。そうするとアルコール性肝炎1個しか出ないんですけど、はい、でそれがこの GSE28619 っていうエントリーの、このやつがアルコール性肝炎という言葉がどっかに入っている。いうので、まあこれの場合見ての通り、ここにタイトルに入ってるからですけど、こんなふうに出てる。はい。で、まあそういう、これが得られたら、これの GSE っていうところから始まるエントリーをクリックすると、これで、ゲオのエントリーにたどり着いて、これはなんか使ったことで見たことある人がいるかもしれません。これはゲオの個々のエントリーです。で、見ると、そのページにまで巻きつく。でデータをじゃあここで見るっていうのなんですけど、基本こうサマリーとか読んで、あとまあタイトルとか見て、あと論文が出てるんだったらその論文の情報がこのサイテーションってところに出てますね。GATってザ・ジャーナルに出てて、パブメド ID これクリックするとパブメドのエントリーに飛びます、ジャンプします。で、まあ、どういう人が出したかとか、あとどういうサンプルが含まれてるか、もちろん今のプラットフォームU233A でやったんで、当たり前のようにこれ U233A2.0 でやったんで当然それが出るんですけれども、サンプルは22個あるんだけど最初の3つだけ出てて、全部見たいときはこの More をクリックすると全部出る。はい。でデータが欲しいときはこの下のところで
一番下ですね、あのデータサプリメンタリーファイルというところに、うん、自分の欲しいデータがここでダウンロードできるんですけど、そのサイズが大体168ぐらいというふうになってます。これで、セルファイルが得られる。マイクラ、あのアフメトリックスのあれなんで、セルっていう生データがあるんですけれども、それをセルファイルでダウンロードすることができますと。で、まあ、これは今日はもうダウンロードしませんけど、ここでデータをダウンロードしてくれるといいんですけど、まあ、22個だったら全部ダウンロードして必要なあのサンプルだけピックしてもいいんですけど、あの欲しいものが限られていたときは、このカスタムっていうのをクリックしていただいて、あの欲しいやつだけチェックしてダウンロードすると、あのそうやって取れます、少なく取れますから、あの賢く使ってみてください。そういうふうなこともできます。で、一番最初の講習はこんな感じですね。はい、ここまでで何か質問あるでしょうか。できましたね。ゲオの検索。多分こういう絞り込みでから行くのはなかなか皆さんしないかもしれませんけれども、こういうふうな絞り込んでいける、検索にたどり着くこともできます。いいですか。はい、じゃあ次行きましょうかね。で、ゲオはまあ皆さん ID を聞いたりとか論文で見たりとかそういうふうなので、オリジナルのデータですからこうたどり着くことは多いと思うんですけれども、実は我々のところで遺伝子発現の、目次っていうのを作ってます。で、なんでそういうことをしてるかっていうと、ゲオが今まで最強だったんですけど、この、マイクロアレンデータベースでとしては一番大きかったんですけど、実は先ほど清水先生も紹介してくれたように、NGS が出てきて、 NGS の応用として RNA-seq っていうトランスクリプトームシーケンスやるんですけど、トランスクリプトームシーケンスやった時にデータをどこに入れるかというと SRA、 シーケンスリードアーカイブの方に入れて、ゲオの方に必ずしもデータが入らなくなってきたんですね。そうするとゲオをいくら検索してもみんなが知っているこのデータがないっていう事態になってて、じゃあその辺、じゃあ遺伝子発現のデータを探しに行くべきこうサイトが欲しいねっていうので、思いまして、私自身で作りました。それがこの All of Gene Expression っていう青いと呼んでます。この青いちゃんに、聞けば分かるっていう風にしたいなと思って今、ちょっとやってるところなんですけど、私もこういういろいろ仕事で飛び回っててなかなかちゃんと進んでないんですが、でも一応、検索する、コンテンツはできてるので、みんなで使ってみようかなと思います。で、この葵ちゃんっていうのは女の子の名前じゃなくて、データの All of Gene Expression っていうサイトの名前で、基本的には、遺伝子発現のデータが検索できるようにっていうので今データを、整備 しつつあります。まあ大体してるんですけれども、まだちょっとベータ版なので、ここを信用してやる何も出なかったのにって言われるとちょっと辛いところがあるので、ちょっと参考程度にこういうインターフェースがあるなっていうので思っております。基本的にはこれ NCBA じゃなくてヨーロッパの方で作っているアレエクスプレスっていうところのデータをメインに、マイクロアレのデータを取ってきて、でさらにそこに NGS の RNA-seq のデータを足してっていうふうなことを今、仕込もうとしてて、まあ、このインターフェースに慣れていただけると今後使えると思うので、直感的なインターフェースのものを作っています。でちょっとこのみんなでこの葵をちょっと使ってみようかなと思います。まあ、こんな画面なんですけど、まあ、AOE で検索してもいいんですけれども、ここに URL あるんで、これをこれで新しいタブで開いていただければと思います。そうすると、こんなサイトが出てくると思います。で、これもすごい統計情報が前面に出てて、原子発現のデータが、これも累積グラフじゃなくて、毎年ごとにどれぐらい登録があったかというのをこう見えて、遺伝子発現のデータとしてはまあだいぶ頭打ちなんですけれどもっていうのがここでまずは見て分かると思います。で、下の方はこれ累積グラフで、これがその登録されているもののうちの生物種の内訳をこれパイチャートにしてて、これもランキングですね、10位まで多い登録の多い生物種をこんな風にやってあります。で、ここで課題に入ります。課題に入るんですけれども、この一番最初の画面ではすごい簡単にできてて、例えば、イースト、サッカラマイスセルビジエだけが知りたいなと思うと、この6番のところをクリックします。しますと、セルビジエだけに、絞られて、今何が起こったかというと、ここのヒストグラムがボコッと変わりましたよね。そういうことが起きます。で、他の生物足したいなと思ったら、例えばシーエレガンスも入れてあげようと思ったら、シーエレガンスのところをクリックすると、こんなふうにシーエレガンスも加わる。まあ、こんなふうに、こんなインターフェースになっ
まあ、こういうので分かりやすいねというので、まあ、こういう分かりやすいものを目指して今作っていて、はい、データの方がまあもうちょっと頑張って作らないといけないんですけど、インターフェースとしてはこういうのが今もう既にできていると。 CNNS に関してはまあこんな風に、ね、ある年ボコッと出たりとか、そんな特徴がすぐ分かるようになっています。はい、でこれが葵の一番基本的な統計の見方の部分なんですけれども、これはそれだけじゃなくて、絞り込んだデータがどういうものがあったかというのももちろん見えるようになっています。それをまあもうちょっとやっていこうかなと思います。で、今はこれ生物種だけで今この、選びましたが、実はこれをもう一つ下にもグラフが見えると思うんですけど、種法別登録ランキングというのがあります。これは僕が僕自身がなんですけど、発言のデータ の由来をざっくり分けました。どう分けたかっていうと、マイクロアレイでアフィメトリックスのアレイで、そうでな、あとアジレントのアレイで、そうでないものっていうこの3つの部分、この青系のやつですね、それがマイクロアレイで、赤系の2つはイルミナか、イルミナ社 のやつかそうでないかという、ものすごいこうざっくりした分け方なんですけど、現状これでいいので、現状これでやってます。でもうちょっとしたらもうこの辺分けたいんですけれども、他の会社に頑張っていただければ増えると思います。ただ今はこれでいいということです。 でこの状態でじゃあ何したら分かる、何が分かるかというと、つまり、この赤い部分は NGS が増えてきた、 NGS でやったデータがこういうふうに増えてきているよということが分かるということです。でじゃあこれ意地悪なやり方で、この123というこの部分をクリックすると、じゃあ NGS だけのデータ、 NGS 由来の発言データでどういう推移があるかっていうのが分かるよねってことですね。じゃあやってみましょう。1、2、あ、まあ、これね押すとね、あれなんですよ、選択になるので、イルミナとアザーだけやって消す、クリックすれば、クリックすれば消える。これがその実は NGS だけでやったデータのこの発言データのこう推移です。見ての通りどんどん増えてます。で今年はまだ途中なので、途中ですがまだこんな感じで、はい、どん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 増えていってます。で見ての通りほとんどイルミナです。8割方イルミナです。まあそういうことがこれで見て取れる。で生物種は、人とマウス、まあ、ちょっとマウスが多いように見えますけれども、まあ、これはサンプル数で取ってなくてシリーズごとに取ってるからこんなことがまあ起きてると思うんですけど、本当は圧倒的に人が多いんですよ。ですけれども、まあ、こんな風になってて、ポコポコ多いのが出てるのは実はドロソフィラとシーエレガンスで、これはまあモッドエンコードで多分たくさん登録したからだろうなというふうな、あと研究者人口の関係でっていうのが分かるような、まあこんな統計が得られます。これがこのここですね、この課題の3番目のところの課題でした。まあこんなんでデータ の絞り込みもできて、統計の把握がもう簡単ですよっていうのが、まあ、この売り でじゃあそれをやっただけのデータをこう見たいっていう時は、実はこの選択できるんですけど、例えばですね、まあ、これはちょっと課題にはないんですけれども、最近3年だけがとかっていうのがやりたいんですけど、ちょっと今できてないな。まあ、これで例えばですね、上の方で、間違えた、なんか変になったらリロードしてください。それで例えば出願公募だけに、絞り込んで、ここ、3年ぐらいのやつを見たいっていうと、こう選択した項目でリスト表示みたいにやると、こういうふうなんで見れて、一個ずつ一個ずつ見れる。まあ、それはそういうやり方もできるんですが、今ちょっとそれよりは検索して、あるキーワードで検索した方が面白いと思うので、そっちの方をやろうと思います。それはどうしてやるかっていうと、ここにあって、まあ、なんかキーワード、もちろんさっきのアルコール性肝炎でもいいんですけど、僕低酸素の研究してるもんだから、ハイポキシアっていうのでキーワード入れて検索すると、まあ、面白いことが起こるようになってるので、やってみたいと思います。ここですね、ここの一番上で、そういうキーワードですね、ハイポキシアってもらって、ハイポキシアで検索するとこんなふうになります。でこれ何かっていうと、一番上のそのハイポキシアっていう、キーワードで検索した時の、ヒットしてきたエントリーがたくさんあるんですけれども、そのエントリーの、登録されている年数と、どういう生物種だったかっていうのと、プラットフォームごと の統計がこんな風に出て、そこからアクセスできるようになっています。例えば、ハイポキシアっていうのは、なんとなく、まあ、
そのデータがいつ登録されたか分からないものも多いんですが、増えてる、だんだん増えてるっていうのと、あと人が非常に多いっていうのと、あと、他のあれが一番多かったなとか、そういうのが分かると、もちろんこういうタイプなんですが、さらにこれを絞り込むのに、これドラッグができるんですけど、人の部分だけ欲しいなと思うと、ここからここまでチューブみたいにこうドラッグすると人だけになります。そうすると人だけのデータの場合はその、年数がどう変わるかとか、そういうのが動的にこんな風に出て、アフメトリックスの方が多いんだなとかさ、そういうのがこう分かるように、実は、なってて、でその絞り込んだデータだけで選択した項目でリストを表示ってやると、その選択した項目 のリストがこうザーッと出ると、そういう、仕様になってて、これもちょっとまだベータ版なんですけど、皆さんのご意見をいろいろいただいて、もうちょっといろいろ良くしていきたいなと思ってて、ちょっと今のところはアレイエクスプレスのデータのものが公開されているんですけれども、今年度の開発でここに RNSEC のデータをゲオとかこのアレイエクスプレスにもともとないデータ、漏れてるデータが結構あるというのが僕らの調査で分かったんで、そこを入れてできる限り遺伝子発現だったらここから探せばいいよというものを作ろうというふうに考えています。こんな感じです。ちょっとここはまだ発展途上のサービスですけど、皆さんせっかくお会いしたんで、僕が作ってるサービスということでこれを紹介させていただきました。何かご質問ある？そういうので、またもちろん最後にいろいろ言ってくれればいいと思うので、もうちょっと、時間もないので進めていこうと思うんですが、そうすると次は、レフェックスというのをやろうと思います。これは先ほど来言ってきたそういうデータの検索サービスで、どういう実験を探すというよりは、これ自分が遺伝子を探して遺伝子単位に検索するようなサービスになります。で、これは、これも人とマウスとラットだけになっちゃってるんですけれども、NCBI なんかだったらレフセックって形でリファレンスのシーケンスのデータベースというのがあるんですけど、なぜかリファレンスのエクスプレッションのデータベースというのは作ってないので、じゃあ僕らで作りましょうということで作ってます。レフェックス、リファレンスエクスプレッションデータセットということです。でもちろんいろんな生物でやりたいんですけれども、昨日の、箕輪さんの話にもあった通り、我々はあちらには数では全然かさまないので、とりあえずよく使われるとこからやろうということでこうなってます。で、これは何かっていうと、電子発現っていうのはいろんな方法で測定してるんですけれども、この20年来測定されてきたんですけれども、それのデータで決まった臓器とか の発現パターンで定量したやつを一番、信頼できるようなセットを選んできて、これでみんなが再利用するといいよみたいなのを作って維持しているということですね。4つの異なる実験手法っていうのは EST エクスプレッションシーケンスタグっていって、これも NGS の RNSEC と似てますけど、昔は頑張って CDNA の端読みだけをの出現工数で発現データとしてたんですけど、そういうもので先ほど来、検索してたアフィメトリック社のジーンチップ、そうですね、マイクロアレンの代表としてそれを使って、あとは理化学研究所の方でやっているKGですねのデータと、あと RNSEC、 いわゆるイルミナでイルミナ社が投影をして RNSEC RNSEC のデータ、その4つの種類でのデータでいろいろ見れるようになっている。それだったんですけれども、去年実はファントムっていう僕が実はこれ、ポストク時代というか今もポストクですけど始めたプロジェクトで理研で作った CDNA クローンの該当する配列を誰でも使えるようにするして、それのアノテーションをするというふうなことをやってきたんですけど、それのプロジェクトがずっとまだ続いてて、それの5回目のやつがネイチャーとかのデータから見たことある人はあると思いますけど、あれで使ったデータってそのまま使えますよって言ってドーンとでかいデータが置かれてるんですけど、それだけじゃ使えないから、各生、発現して組織ごとにデータを整理し直して、それが見えるようなインターフェースが我々のところで作ってですね、それが利用可能になようにレフェックスに含まれるようになりました。だから、今までの、3種類の生物でというと正常の組織の40種類だけが利用可能だったんですけど、これで一気に人だったら556種類の正常組織に加えて初代培養細胞、あと細胞株ですね、それぐらいのものが加わるようになりました。これについても後で使い方をちょっと
説明したいと思います。で、まあ、でですね、こうやって FX も実はもう続けて5年ぐらいやってると思うんですけれども、それのデータベースを使って、成果を出したっていう人がなんかだんだん出始めてきてて、まあ、最近だとこのオンコジーンにFX アナリシスって書いて、論文出していただいた方が出てきましたんで、皆さんもぜひ使って、サイテーションしてくれると嬉しいなと、出た暁に教えてくれると嬉しいなと思います。で、まあ、できることっていうのはここに書いてあるような正常組織における遺伝子発現データを調べる。だからこの遺伝子を取ってきたんだけど、どの組織で発現してるのか知りたいな、自分でもちろんデータも出すんですけれども、すでにデータベースが分かるんだったら知っておきたいわけですよね。そういうのが分かると。あと、まあ、測定手法による発現差が分かるとか、まあ、組織特異的遺伝子、これ結構レフェックスの売りで、まあ、中井さん先生と昔から東大時代から研究してた門田浩二というものがおるんですけれども、門田浩二がですね、作った組織特異的な発現をしている方法っていうのに ROC っていうのがあるんですけれども、その ROC っていうプログラムを使って、組織特異的な発現をしている遺伝子のあらかじめ持ってて、それで例えば肝臓でクリックすると肝臓特異的な遺伝子が出ると、そういうふうなインターフェースで、使えるのがこのレフェックスになっています。あとはそうですね、まあそんなんですね、そういうふうなことができるというのがこの特徴になっています。でっていうふうに、前置きが長くなったところで使ってみたいと思います。はい、レフェックスやります。で、まあ、レフェックスもですね、使い方が東宝テレビにあるんで、今僕の早すぎて分かんないときはテレビを後で見て、東宝テレビを見ていただいて、やってこれフォローしていただくとありがたいと思います。じゃあレフェックス、ここも URL あるので、これも新しいタブで開いておきましょう。はい、出ました。こんなので見て分かる通り、組織特異的に発現する遺伝子っていうのがあって、さっき40種類って言ったじゃないですかって言うんですけど、その40種類もさらに10個ずつ10種類に分けてます。まあ40、いろいろあるわけですね。脳関係にしても大脳小脳とか、まあ消化器にしても食道胃腸とかいろいろある。で、まあ、肝臓は肝臓1個だけなんですけれども、まあそういう10種類に分けて、さらに分かれて40種類と、そういうふうな、まあ、階層的な分類になっています。それでですね、まずはよくいつもこの授業で使うのはこの肝臓なんですけれども、まあ肝臓以外でももちろん構いません。でも僕は肝臓でやります。これ肝臓にマウスインすると肝臓出てきて、これをクリックします。そうするともうこれで肝臓特異的な遺伝子がリストアップされます。これです。470件で出て、それのうちの10件だけ出てますって言うんだけど、1件ずつがちょっとでかいのでこうなってますけど、これ実はそのロクの方法で肝臓特異的と判定された遺伝子群です。こういうふうにザーッとありますね。まあ自分の知ってる遺伝子とかもあるだろうし、こんなのが肝臓特異的なんですかみたいなのもあると思うんですけれども、まあこういう肝臓特異的遺伝子で、その証拠にそれぞれの4種類で測った方法の、これ実は各組織ですね、ここの組織、まあ組織はこれアイコンになってて10種類になってますけれども、この10種類の組織の中で発言がどうだったかというのはヒストグラムがこう手法ごとに出るという、非常に直感的にできている。であと真ん中にちょっと亡霊みたいにいますけど、これホヤじゃなくて人体です。人体 の発言の高さを、これもヒートマップ表示しているんですけれども、その人体 の、その臓器に色をつけてという、ちょっと、まあ、趣味が悪いって言われる人もいますけど、まあ、そういう方法で、色をつけてやっていると、まあ、そういうインターフェースになっています。まあこんなクリックするだけだからできましたよね。じゃあ次に進みましょうか。まあ説明はこんな感じでですね、まあいろいろやり方はあるんですけれども、まあ、リストに追加するとかいうのもあるんですけど、今日はまあそんなに時間もないのでちょっとまあ見るところを説明してやろうかなーなんて思います。まあそうですね、じゃあですね、今日はですね、まあ、詳しくは東宝テレビに見ていただければできると思うんですけど、まあ何でもいいんですけど、この辺のフィブリノーゲンアルファチェーンを僕は見てみたいと思うので、これ1個クリックしてください。そしたら詳細が出ます。詳細って何やって話なんですけれども、まあ詳細こんなんです。まああんまり変わらないっていう人もいますけれども、詳細情報にはこの遺伝子に対してついているジンオントロジーの ID だとかなんかいろいろ出てて、アフィメトリックスのプローブの ID が何だったかと、
いうところがちょっと売りなんで、それをやってみたいと思います。これがこの今の遺伝子に対するアフィメトリックスのプローブセットなんですけど、このプローブセット ID っていうのをちょっとクリックしてみてください。そうするとこんな風なページが出ます。これ何かっていうと、ちょっと最近ロゴ変わっちゃってやばいんですけど、ググるなっていうあのサービスで、これはですね、RNA の配列をGoogle のように検索できるツールってことで作ってます。で、プローブセットって、アフィメトリクスのプローブセットって別に1個の配列だけじゃなくて、あれ11個でしたっけね、何個かのセット、ここに出てるんですけど、この配列のがセットになって、アフィメトリクス社は、これのハイブリダイゼーションの具合で、この遺伝子の発現具合っていうのを見てるんですけど、それがどこに、遺伝子のどこに設計されてるかっていうのは、割とみんな知らないので、それがどこだったかっていうのをこれ表示してます。この遺伝子の配列、これ5プライムから3プライムまでザーッとあるんですけど、それのうちこのプローブセットが当たったところはこのグリーンになっているところで、グリーンが重なっている部分はもうちょっと濃いグリーンになるような、そんな表示になってて、プローブセットはどこに表示されているかという、ちょっとマイクロアレイをマニアックにやっている人にはすごい嬉しい情報なんですけど、こういうものが出てます。これがすごくこんなクリックで検索できるというのは割とマニア受けしまして、多分中井さん喜んでると思います。ありがとうございます。こういうふうなインターフェースができてますので、これもぜひ合わせてご利用ください。 Google になっています。これは実はこういうプローブ ID を入れるとそれが出るんですけれども、もともとこれレフセック の, メッセンジャー RNA の配列を軽快に検索するツールとして開発されてて、配列の断片の一部だけでも検索できるんですけれども、それを応用したゲノムに応用したゲゲゲノムっていうのもあって、ここちょっと地域的に逆なのであんまり言いませんけど、岩手県の沿岸地方でもうちょっと違う言葉で言うと受けるかなと思って去年やったんですけど、受けました。ジジジェノムで、あんまり受けないな、これしか終わるとこないねんけどな、まあいいや。で、さっきのこのこっちに戻るとですね、このヒートマップっていうのが人体ヒートマップ、これ普通の 全体のサイズで出てるんですけれども、胴体の部分だけとか、脳の部分だけとか、胴体の部分にオンにやってる時にアニメーション表示でもチェック入れるとアニメーションでこう出るようになってます。これもちょっと、出ると嬉しいんですけど、みんなでやると出ないかな。こんな感じで、もともとこれ 3D のデータで持ってて、3D プリンターなんかでも表示できるようなデータという形で、我々のところでやってるこのボディーパーツ 3D というデータを元に作ってるものなんで、こんな感じで無駄にアニメーションとかができて何の意味があるんですかってよく言われますけれども、どこにあるのか、肝臓がここかっていうのがこれ分かりやすいので、便利だし可視化の手段としていいよねっていうので、こんなのが開発されてます。で、冗談というか、こういうのはこれで、今のこれは実は40種類の組織のデータだけを見てきました。で、さっきの一番トップのページだけだと10種類しか見えなかったのが、ここだとこの40種類の部分になって、詳しい画面だと40種類 の臓器のそれぞれの手法のっていうのでこう表示されています。このアイコンがその脳だったり、今見てるのは肝臓ですけど、そういうふうなもので出てます。じゃあなんで全部の組織で同じように出ないんですかっていうんですけれども、これは測定手法の解像度だったりいろいろな問題があります。で、上に行けば行くほど解像度が低い昔の技術なので、言ってみればですね、いろいろ怪しいデータもあるかもしれない、あとバイアスがかかっているかもしれない、そういうことあるんですけれども、もちろんその科学的な何も僕はバイアスをかけてませんので、計算して出てくるとこうですよと。よく言われるのは、僕の遺伝子がこの臓器で発現しているっていう論文出したのに違いますって言うんですけど、そんなん知らんかなってことで、この普通のそのデータ、僕らが持っているデータセットでコンピューターで計算したらこういうふうに出てますっていうだけで、これに関して怒ってこないでください、こんなふうになってますっていうのが事実なんで。で、これ多分なってても気づいたかもしれないですけど、40分類以外にこっち側のファントム5ケージのっていうのはタブであって、なんかデータありそうなんですけど、いや実際あるんです。こうやるとこんなのが出てきます。で、これ実はそのさっき来言った600種類ぐらいの、細胞を表示する手段っていうのがちょっとうまく思いつかなかったので、今こんな風になってて、これ横が全部その細胞株なんですね。で、縦に出てるのが全部ピークなんです。で、これどうやってやるかっていうと、この真ん中の、そっけないこの長方形をですね、ドラッグしてください。ビーって、そうすると出て、
これってマウスインするとここに出るんですね。マウスインするとここに出る。例えば今これ肝臓スペシック燃焼で見てて、まあヘパトセルラーカルチノーマセルラインとかさ、こういうのが分かるわけです。いや、ごめん、これをぐーっと動かしていただいて、これ何ってやるとヘパトサイトだとか、これ何ってやるとこう出る、まあ、そういう風になってます。で、まあこんな風に見るのもあの辛いけど、まあ遺伝子、その遺伝子興味あるんだったらこういうの見るの全然苦じゃないと思いますし、なんかこっちの細胞株の名前を検索したかったら、ここでちょっとヘパトとかヘパトってついてるようなものを探したいってやると、こうヘパトってついてるやつだけ赤くなるとか、そういう風なあの機能は今のところついてるんですけど、この、インターフェースもちょっと今年改造しようと思ってて、どうやったらいいかなってのは今考えてるところですんで、なんかこの方がいいんじゃないかってのあったら教えてください。あのよくしたいと思ってます。これ500種類ぐらいあるから大変。これでも まだ見やすくなった方で、ファントムケージのデータとかだと全部ゲノムブラウザーのところにあの貼り付いたデータだけがあって、なかなかこういうふうにアブスあのなんかレベルを落として遺伝子ごとに見ることができないので、まあ、あの便利は便利だと思います。例えばこれで一番重宝するのは、よく出す例はあのオプト4ですね、あの山中先生の例のああいう非常に限られた細胞でしか出てないようなものは、あのすごくこれで有利でして、例えば、ね、オプト4とか検索すると、これ、オプト4はあの別名でこのパウプラス5のホメオボックス1ってやつなんですね、実はね。でこれ実はエクセルでやるとあの10月4日になってしまうという、こうあの誘惑付きの遺伝子ですけれども、まあ、こんな風にヨナス臓器で発現しているとか、そんな風に で今までの技術だと全然見えないんですが、こっちで見るとこんな風にすごい限られた細胞でしか出てないというのがよくわかります。こんなね、まあヘトラカルチノーマセルラインも当たり前ですけど、こんな、あとは、こうですね、こういうので、まあ、エンブリオニックステムセルとか、まあ、こういうので出てますよっていうのがこう見れるんですね、見て取れる。そういうふうに探すのにもすごく便利なんで、ぜひこれはあの使ってくれるとありがたいなというふうに思います。はい、ちょっとまあ人とマウス、あのこのたくさんデータをやったのはファントム5の共同研究なんで人とマウスだけなんですけれども、こんな風な、まあ、インターフェース、データがあればこういう可視化はできるよという例だと思ってください。やばい、時間がある。ちょっとレフェックスはちょっとこれぐらいにしておいて、本当はもっといろいろ説明というか実習項目があるんですけれども、まあ、それはまた皆さん見て、あとこういう風に比較するようなインターフェースもありますので、やってみると比較ができて嬉しいというのもあります。ちょっと今日はこの辺で。で、バイオ GPS というのは実はレフェックスの競合製品でして、もともとアフメトリックスのアレでのデータをいろんな組織のやつを集めてきてみたいなのをやってた、もともとノバルティスの研究所の GNF というところがやってたデータベースです。まあ、これもは、まあ、最近はもうあんまりやらない。これもちょっと好き。で、最後デイビッドをやって、この前半終わりにしたいと思います。で、デイビッドっていうのは、ここに書いてある通り、まあ、マイクロアレイデータの生物学的な解釈を助けるものというので、やるツールとして、もう今じゃほとんどデファクトみたいになってて、まあ、エンリッチメント解析って言われるですね、まあ、皆さん聞いたことあると思います。遺伝子のセットを取ってきて、あるセットが、例えば遺伝子発現、何かの刺激を加えたときに遺伝子発現が変わる遺伝子で、そのセットの中にある特徴を知りたい。もちろん1個ずつの遺伝子をディスクライブしてもいいんですけど、それじゃちょっと冗長なので、それを手軽に知りたいって時に、まあその遺伝子ごとについているアノテーションがいろいろジーンオントロジーであったり、どっかのパスウェイに入っているとかいうのがあったりするんですけど、その特徴を掴んでいこうというのに使うツールです。もうこれはデイビッドって検索すると、インターネット検索するといろんなデイビッドさんが世界中にいるはずなんですけれども、それを押しのいて1位に来ますんで、まあ、有名なデイビッドだと思います、世界一で。その有名なデイビッド のなんですけれども、例えば、まあ、自分で、まあ、遺伝子のセットを持っている人はそれをやっていただければいいんですけれども、特にないんだったらこのマルヒ遺伝子リストっていうのがあるんで、こちらを使いください。これを新しいタブ開いてやるとこんなふうに出ます。はい、でこのマルヒ遺伝子リストを、これをですね、まあ、コントロール A で全部選択して、コントロール C で、全部コピーして持っておいてください。それで、やるんですけど、この
デイビッドのやり方に関しても実は統合テレビがいっぱい出てますんで、これも参考にしてください。でデイビッドやるんですけど、さっきから言ってる通り、デイビッドでググりましょう。デイビッド、はい、来ました。1、これもデイビッドです。ダビデ、ダビデですね。ダビデ、あ、出ました。これです。これ来ました。ここまで。デビッドも多分ね、みんなでやるとね、多分ね、死ぬので、死ぬとは思いますが、ちょっと死ぬまでやってみましょうかね。でデビッドがいろいろ書いてあるんですけど、まあ論文もこのチュートリアルあるよとかなんか言ってるんですけど、もうやるとこ簡単で、あのスタートアナリシスですね。まあスタートアナリシスやるとこんな風に出てきます。でこっち広いんですけど、後で使うので、ここにあのさっきのリストを貼り付けてください。ペイストリスト、ここね、ここに貼り付けてください。はい、いいですか。で貼り付けたら、これステップ1、エンタージーンリストで、ステップ2、セレクトアイデンティファイヤー。これ見ての通り、これアフィメトリックスの ID だって分かるようになったらプロです。アフィメトリックス ID なんです。なんでかっていうと、最後にアンダースコア AT がついてるからです。まあ、まあ、それはまあいいです。自分の入れたセットの ID が何かっていうのを指定するんですけど、デフォルトがアフィメトリックスの ID になってますので、特に何もしなくていいです、ステップ2。ただ、違う ID を入れた場合、例えば、アンサンブルの ID だったりとか、いろいろな ID があると思うんですけど、それをあのデイビッドに教えてあげてください。まあ、その方があの、揉め事が少なくていい。で、ステップ3で、そのタイプを指定してくださいけど、ジーンリストなんで、まあ、普通ジーンリストだと思います。慣れたらこれバックグラウンドを使うんですけど、基本ジーンリストで。で、最後、サブミットリストです。はい。そしたらですね、このジーンリストの生物種は僕何も言いませんでした。何も言わなかったんですけど、デイビッドは、知っててですね、これはアラビドプシスサリアナちゃうかと言ってきたんですね。あなたが入れたやつのうち2928個は、アラビドプシスサリアナの ID だよっていうふうに言ってくるんです。で、まあ、これはアラビで合ってるんですけど、これでセレクトスピーシーズで、本当違ってたらこれやってほしいんですけど、まあ、あの合ってるので、合ってるけど、まあ、こうセレクトしといてください。そして、まあ、違うことがあるんですね。違うことがあったら、それは生物種変えてよっていう意味になります。で、それで、じゃあこの右側の真ん中の方に戻っていただいてですね、あとはもうこのファンクショナルツールっていうのをあの見ていくだけです。このファンクショナルアノテーションツールですね。これをクリックしてください。そうすると、もうアノテーションがした、あのその今の入れた遺伝子リストのエンリッチメント解析の結果がもう実はここに、ここからあの出てて、それをたどって、あとは人間様が見るだけです。で、人間様が見るんですけど、人間様が見るためにはちょっといろいろたどっていかないといけないので、ちょっとややこしいんですが、ここで最低限のことだけ言うと、このプラスをクリックすると、ほどけます。このジーンオントロジーですね。ジーンオントロジーのところをプラスすると、こんな風に、ほどけて、見るべきところだけ、あのもうチェックも入ってて赤くなってると。このファットってやつ。でなんでファットかっていうのは、これなんかあの、もともとジーンオントロジーの解析するのに GoSLIM っていう GoSLIM っていうのをなんか使ってた時代があったんですけど、それに対するあの逆でシャレだそうです。で BP っていうのはバイオロジカルプロセスで、 CC はセルラーコンポーネント、 MF はモレキュラーファンクションっていうもの あの略で、ジーンオントロジーはこの3つのオントロジーであの遺伝子をあの遺伝子のこう記述をするというものなんで、まあ、これでまあよく見るのは、まあ、人にもよるけど、僕はバイオロジカルプロセスとかモレキュラーファンクションよく見ますが、もちろんセラーコンポーネントでもいいんですけれども、その各遺伝子についているそのアノテーションをたどってこれが見えるというので、このチャートっていうのをクリックしてくれればいいです。はい、出ましたかね。こんなのが出ます。チャートって出ました。こけました。まあこけてたらこっちを見てください。で、でこれは何やったかというと、今入れた、まあ、3000個ぐらいのリストだったんですけども、その3000個ぐらいのリストのうちにですね、102個の遺伝子はフォトシンセシスっていうジーンオントロジーのタームがついている遺伝子でしたよという意味です。これで、ここの P バリューが上に来れば来るほど、まあ、優位で、この P バリューがいくつあればいいですかっていう質問をよく受けるんですけど、これは分かりません。 あなたが選んでくださいというのはいつも言ってます。なんか 0.05 っていう人もいるんですけれども、あのいろいろいろんな値があります。これはむしろあの上であればあるほど優位だというだけで、あの特にその P バリューいくつが偉いとかそういうのはありませんので、あの E バリューもそうですけど、そういうのはなくて、まあ、102個この、
今のやったリストにもあって、それがフォトシンセシスだったし、その2番目に出てきた56個にアノテーションついたのもフォトシンセシスのライトリアクションのやつだったとか、ピグメントメタボリックプロセスっていうふうにすごくこう光合成に関係しそうなやつがこの今選んだリストに、出てたというような、まあ、形で見えると。でそれの遺伝子がどんなんだったかっていうのもこれ実は見えるんだけど、これもちょっとややこしいんですが、このジーンズっていうこの、こういうのあるよね、この、バーみたいな、ここをクリックするとその、選ばれしい102個のプローブセット、まあ、今回の場合プローブセットだけですけど、遺伝子リストが何だったか、でそれに該当する遺伝子は何だったかっていうのがこうザーッと出るようになってます。はい、まあ、そういうふうな形で、まあジーンオントロジーの解析をするっていうのはこれ最低限で、まあ、もちろんこの今のバイオロジカルプロセスだけ見ればいいんやなみたいに覚えて帰ってもらうと悪いので、そうじゃないっていうののために例えばモレキュラーファンクションを見るとか、これはいろんな観点で見るべきで、それをまあ見てください。例えばファクターバインディングが一番多かったなとか、こういうのが見えます。で、で病気に関連するものがあるとすると、ここの中にさっき、あれもう一個上か、病気に関連するものが、出てくることもあります。ただこれはアラビドフィズサリアナだったんで出ないんですけど、オーミムっていうのもあったりとか、あとはこういうパスウェイですね、まあ皆さん好きかもしれないですけど、血グとかね、僕あんま好きじゃないんですけど、この血グの血グのこのパスウェイでフォトシンセシスに、マップされたやつが37個あってっていうのもこれで、見れます。まあそのパスウェイに関連する遺伝子がたくさんあったら、そのパスウェイに関係してたのがその選んだリストに多いでしょうってことで、分かるんですけど、まあ結局の利用に関してはちょっとこれいろいろ制限があるので、例えばさっきの人員のこの選択なんかが結局だとできるようになってる、クレームが来たんや、前は、ね、できなかったんですよ、できるようになってんな、まあいいです、こういうふうなのができたりとか、こうフォトシンセシスで多分クリックするとこんなふうに今、選んだリストの遺伝子のうちが選ばれたのがどこにあったかというのがチカチカと光るようになってますね。はい、まあ、そういうようなのが、まあ、得られるというふうなのが、まあ、このデイビッドです。まあ、ものすごくアラっぽく言うとそういう解析で、これでちょっともう時間がなかったからこっちを逸脱して、やりましたけれども、これ実はマルヒ遺伝子リストで何やったんでしょうかっていうのがをこう 推測してもらうための実はこれクイズだったんですけど、フォトシンセシスが多くてっていうのから分かるかなと思うんですけど、植物は常にフォトシンセシスは上がってるはずだから、下がったっていうのはこれ実は答えだけ言うとこれ脱分化したやつなんですね。まあ植物アラビドプシス のやつを脱分化させてちゃうことあれさせたときに発現が下がる遺伝子 のリストだったんです。それを見るとこんな風にもちろんフォトシネスが下がってきてなんとかっていう風に、でそれ以外の特徴も多分見つけれると思いますけれども、そういう、まあ、人の細胞でもああやって脱分化させて iPS 細胞を作りますけど、あれと同じようなことをこうもともと植物の方でやられたこれ現象ですけど、そういう風なことでやるという風なもののリストでした。ちょっと、まあ、あんま時間ないからちょっとすごく急いでやっちゃいましたけど、まあ、そんな感じなんですね。で、まあ、詳しいのでこういうのを知りたかったのになっていうのは、ほぼデイビッドに関しては、何個か統合テレビがあるので、そっちを見ていただけると嬉しいなと思います。ここですね、あります、はい、それでだいたい前半終了です。はい。